さて続いては中ムーの写真撮らせてもらえませんかです。私中村が街で出会った人に写真を撮らせてもらうというコーナーです、はい、今回は箱でいっぱいの店を撮りました。福井市問屋町にやってきました。いろいろな会社が立ち並んでいる地域ですけれども、こちらには印刷会社がありますね。あ、そして大きく紙っていう漢字が一文字書かれています。目立ちますね。インパクトありますね。紙を取り扱っているような会社が多いのでしょうか。なんかおしゃれなカフェみたいな建物がありますよ。ガラス張り、うん、箱がたくさん並んでますね。本当色とりどりですね。何のお店だろう。カラフルです。ガラス張りだ。店の名前も書いてありますね。箱アンドって読むのかな。パッケージラバトリー、パッケージの研究所なんでしょうか。お邪魔してみましょうかね。すいません。こんにちは。突然ごめんなさい。お邪魔ってれワイド&ニュースなんですけれども、はい、こんにちは。すいません、はい、今どんなお店だろうと思ってやってきたんですけど、はいはい、どうぞ。ちょっと お話聞かせてもらってもいいですか、はい、お邪魔します。失礼します。ありがとうございます。箱がたくさんありますね。そうですね。すごい、はい、圧倒されました。何のお店なんですか。はい、ここはですね、あの9月1日にオープンしたんですけど、箱とか袋とかですね、まあ、ラベルだとかタグとかですね、こういうものを、総合的にプロデュースをするという、そうなんですね。まあ、ショップというかショールームになってます。一体何種類ぐらい並んでるんですか。箱はだいたい200種類ぐらいの紙で、はいはい、あのパッケージ作ってるので、世の中に一つしかない一点物を、はい、まあ、選んで買っていただくような形になってます。一般の方も、はい、一般の方向けにですね、プレゼントとかにもいいかも。本当に箱を中心として、はい、あとプロデュースもされてっていう。そうですね。お店なんですね、はい、ずっと読み方が気になってるんですけど、はい、お店の名前、はい、なんて読むんですか。お店の名前は箱アンドです。あ、そのままです。はい、そうです、そのままです。アンド、はい、箱アンド何々、何ができるのっていう風な。あ、なるほど。まあ、うち紙の卸なので、まあ、様々な紙から選べますよとかですね。 あちらにカラフルな、はい、そうですね。これ箱ですか、紙ですか。これ箱なんですね。箱ですか、はい、手に取って見てみてください。はい、いいですか。あの、はい、タントっていう名前の紙で200色ある紙なんですけど、その200色の紙を使って滑らかな手触りで、はい、うちの箱をちょっと遊び心を入れて作ってみました。淡い色から濃い色まで、はい、揃ってますね。そうですね。グラデーションがすごいんです。だからお客様 そのイメージカラーだとか、コーポレートカラーとかに合わせて、まあ、箱を作っていただける、はいはい、ちょっと紙を選ぶ楽しみもここで味わってもらえるといいなと思ってる、ね、なるほど。これだけ色がたくさんあると、あのお客さんも困らないですね。自分の使いたい色を、ね、はい、好きなだけ使えますし、また写真も OK。 はい、写真 OK。 どんどん撮ってます。たくさん撮りました。色はですね、お気に入りの一つがね、こちらにちょっと紙の見本帳があるんですが、これですか、はい、すごい束になってる。はい、こういう風な紙から、まあ、選んでいただくと質感も違えば厚みも違いますし、まあ、色だけじゃないんですよ、ね、たくさんありますよね。確かにちょっと厚手の紙もあって、はい、そうですね。例えばだからこちらでしたら、はい、ディープマットのチャコールっていう色で、はい、っていうことですよね。そうですね。だから立派な紙の箱も、はい、あのそちらの方にたくさん並んでるんですけど、はい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 、やっぱりその高級志向のものまで。そうですね。もうこれはあの高級に行きたいって、うん、箱にあるのちょっと木っぽい木の箱あるじゃないですか。すみません。これですね。あ、はいはい、はい、これ実はですね、はい、紙じゃないんですね。これ、紙なんです。え、これじゃない。紙なんですかこれ、はい、木にしか見えないんですけど、はい、これ実は これ紙、紙なんです。木箱だと思いました。木みたいに印刷したものを厚紙に貼って、でこういうな箱にしていますね。それは分からなかったですね。触った感じも木でしょ。木ですよ、はい、あの木目もついてるじゃないですか。そうですね。
これの特徴なんですけど、そうなんです、ここに紙なのか、その90度の V のカットがグッと入ってるんです、ね、こちらですか、はい、ありますね。で紙1枚で表面つながってるわけです。あ、これ1枚の紙なんですか。1枚の紙なんです。1枚の紙にしてカットをグッと入れて、そのすごい技術ですよね。表の1枚だけでつながってるわけです。すごい。そうするとですね、ここちょうど90度の直角の本当ですね。考えられてる。こういった秘密があるんですね。そうなんです。やっぱ我々も本当取っておきたくなるような箱を作りたいなと思っててですね、はい、箱の魅力に取りつかれて好奇心がますます湧き出てきました。2階が、あの制作の、はい、デザイナーとかがいるので、そこであの設計とかやってます、早速2階へ向かいます。ここが今ちょうど設計をしている現場になります。箱の形ですか、この平面になってる。そうですね、さっきの立体のやつを平面にするとこういう風な形になります。おお、3D になったんですね。そうですね、すごい。そこからこの筋通りに折っていくと、はい、本当これ折り目ですか、はい、この線でハイライトされてるのが、これを、あ、おお、折り目になった、はい、あっという間です、はい、そう、こういう風な立体になります。現物が実は下にも置いてありました。このはんなり紅茶の箱になるわけです。あ、こんなに小さなものまで細かく設計されてるんですね。できますね、はい、こんな風に作られてるんですね。はい、そうです。びっくりでした。今日はたくさんの箱に囲まれたショールーム、箱アンドを見せていただきました。社長ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いや、これからお客さんにどういう風にこの箱に親しんでもらいたいですか。我々本当にデザイナーもいてですね、お客様のご要望をいろいろ聞いてニーズに合った箱をご提案できればなというふうに思ってます。まあ、その中で、お客様が大事に作られた商品をいかにこう価値を高めれるかっていうことで、我々のテーマになってますので、はい、ここに来るだけで、はい、ぴったりの箱が作られるっていうことですよね。はい、そうです ね、 ね、はい、お気に入りの一つを見つけてもらいたいですね。そうですね、はい、社長今日本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。いい写真です。はい、箱に囲まれております。そうなんですね。本当に箱でいっぱいで、はい、いろいろな箱があったんですよね。先ほど の、 あの木に見える箱もそうですし、その他にも瓶に貼る瓶をこう覆うような箱っていうのもありましてね、バリエーションが本当に多かったです。本当に店中にいろんな箱が、でどれも一つもこう同じものがなくって、そうなんです、ね、見どころがたくさんですよね。こちらですね、木に見える、そう、紙を貼り付けている、そうなんですよ。で今の季節だとハロウィンに合わせてこうちょっとデザインを変えてみたりとか、いろいろな工夫もされているみたいですよ。ね、プレゼントにもぴったりですよね。その人のことを考えてこれにしようって、ね、そうですね、箱で付加価値を与えたいという話をしていました。さあ、中ムーンの写真撮らせてもらえませんかは FBC 公式チャンネルで見逃し配信をしています。来週はフレンチレストランを撮りました。フランス料理の極意に迫ります。お楽しみに。